カブス市は中華人民共和国湖南省に位置する地球市。湖南省の東部にある工業都市で中国南部の鉄道網の中枢でもある。調査市、昭丹市と共に中国の製造業の中心の一つである超カブ、丹都市群を構成する。中華民国政府はかつてカブスに機関車工場などを建設し、高工業を育て、東方のルール地方へとしようとした。 毛沢東の時期には核戦争などに備えない陸部に軍需産業や重工業を集中させる参戦軍工場試験設が進む中でカブスにも大型の工場が多数集積した。改革開放後は国有企業、軍需企業が交代し民営企業が盛んになったが重工業はなお相当な生産力を保持している。代表的なものには電気機関車、 航空用エンジン、超高合金、石油化学製品などがあり、いずれも国内市場でも相当の競争力を持つ。このほか、鉄道網の便利さから、市内の足小区では、雑貨市場と服装、靴、帽子などの市場が立ち、中国の中南部でも屈指の規模を誇る。湖南省の東部に位置し、商光の中流に沿う。調査市、昭丹市、広葉市、 修士、厚生省に接する。カブスは、炎御門、新納市が埋葬された場所とされ、市内には壮大に建設された炎御門領が、現在も残っている。行政区画として、カブスが、市所に登場するのは、五間末の214年に設置された、県令軍が所見である。627年、当庁により、商誕に編入された。南宋の1190年、 カブスと解消され、現在まで名称が継承されている。中華人民共和国成立初期は、小探検管轄の一集落のカブス陳であったが、その後の重工業集積と経済発展に伴い人口が増大。1951年5月には、研究史に昇格し、さらに1956年には、地球史に昇格し、現在に至っている。ごし一研究、 三県を管轄下に置く。他心駅付近を走行中の列車長下部、都市間鉄道電信東駅下部す駅は、中国の鉄道網の重要なハブであり、北京、甲州間の京光線に、上海、昆明間の古今線が交わっている。北の定州市とは、南下部北定と並び称される。ありがとうございます。